皆さんどうもこんにちは、あやわんです。みかんの白いとこだけ食べる妖怪だよ。しばいだよ。あのね、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 髪型飽きた。あのね、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 私もそう思う。本当に飽きちゃって。みんなもそう思うと思う。髪型飽きたでしょ。もう変わり映えしないし、もう没個性が過ぎると。そう、まあ、パパママになってやっぱ落ち着こうみたいな感じでこの落ち着いた髪型を続けてきました。うん、まあそろそろ気分転換にイメージチェンジをしてみるのもいいんじゃないかなということで、今日はイメチェンをしていきたいと思いまーす。で、今からちょっと相談しましょう。イメチェンをすると言っても、なんかバチバチの金髪のギャッシャーンみたいな派手な感じだと、やっぱりお父さんお母さん的な見た目ではないと。うん、でも、なんか没個性にはしたくないみたいな。うん、でも、金髪のお母さんお父さんも全然世の中にはいっぱいいるので。まあ、いるんですよね。うわ、それちょうどいいっていう髪型を二人で探したい。お互いのね。なるほど。やっぱ染めはしたい。いや、安倍貞夫の髪型だと思うんだよね、俺は。ここツーって一直線で、色はですね、僕の尊敬するパパタレであるつるのたけしさん。おお、いいじゃん。あのくらいの金髪すごいいいと思います。ギラギラしすぎず、黄色っぽくなくて綺麗だよね。あーちゃんは、あーちゃんは長澤まさみ。はい、今ね、美容院から帰ってきました。あーちゃんの新しい髪型がこちら、出てきてください。変わりました。前髪が変わりました。そう、前髪と全体的に暗いアッシュで染めてもらって、部分的にハイライトで色抜いてるとこがあります。今はあんま目立たないんだけど、光当たったりもうちょっと日が当たったりすると明るい髪の毛が出てくるって言われました。うん、いいね。いいと思う。あーちゃん前よりね、整ったと思います。整った。かわいいね。あーちゃん、あーちゃんは長澤まさみ。うん、あーちゃんは次島しずく。そう。それでは続いて柴田雄介さんに登場していただきましょう。どうぞ。やばいだろこれ。どうしたなあ、息子の顔見ろよ。おい、どうしたんだよこのパッツーは。いい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 。あ、でもね、思ったよりおしゃれ、うん、だよね。うん、あのふざけてるけど、うん、そのいいふざけな感じが私は全然 OK。 ちょっと淡い金みたいなやつを入れて、で、髪型は最初安倍貞夫みたいにしようと思って、ちょっと途中でこんな感じになったんですよね。わかめちゃんみたいな。でもちょっとなんかふざけすぎだなと思いまして、新鮮さを求めるっていう部分とおしゃれさ、うん、バランスがね、結構よくて、うん、僕は好きです。これは全然ありよりのありですね。なんか気に入りすぎてやばいですね。かっこいいから。だって久しぶりになんかただの黒髪じゃないもん。うん、さすがにこれは面白いよ。でもふざけすぎなかった部分もなかなかいいと思います。そうそう、まあちょうどいい釣り合いじゃないですか。私はめちゃめちゃ普通になったので、こういう細かくやると分かるんだけど、少しほらこの辺とかね、ハイライトが入ってるんですよ。いや、どうですか、うちらのニューヘア。これでガッチガチに化粧とかすればまた印象変わるんでしょうけども。というわけでね、まあ夏もうちょい早くイメチェンしとけばよかったなっていうところはあるんですけど、遅れてきた夏休みみたいな感じで、うん、うちらもこれからこのヘアで楽しみたいと思います。はい。ひまわり畑に行きます。終わりです。